PCC カーパシフィック電鉄5000系電車5000型はかつてアメリカ合衆国のロサンゼルスに存在したパシフィック電鉄が所有していた電車の位置形式アメリカカナダ各都市の電化鉄道に導入された路面電車車両である PCC カーの一つであったパシフィック電鉄はかつてカリフォルニア州ロサンゼルス近郊にインターアーバンの路線網を広げていた企業で 最盛期には路線延長が8 0 0トル以上にも及んでいた。だが、自動車やバスの発展、世界恐慌の影響により、1930年内後半以降、パシフィック電鉄は多くの路線を低コストの路線バスへ置き換える方針を決め、ダウンタウン地区の近く間から、グレンデールやバーバンクを結ぶグレンデールバーバンク線も1936年7月12日、 以降路線バスへ切り替わった。だが、同区間の鉄道利用客から大きな反発を招き、カリフォルニア州鉄道委員会が旅客列車の運行再開を命じる事態にまで発展したことで、パシフィック電鉄は新型車両を導入した上で電車を復活させることを決定した。そのために30両が導入されたのが PCC カーと呼ばれる車両である。 他の都市に導入された PCC カーと同様高校長旅行を用いた軽量車体を有し、車内には換気扇に加えて制動装置から生じた熱を用いた暖房機能が備わっていた。駆動方式はパシフィック電鉄が所有していた電車で唯一となる直角カルダン方式を採用し、制動装置は電気ブレーキに加え第二次世界大戦前の PCC カーの 標準であった空気ブレーキが使われた。一方、車体は PCC カーの標準であった型運転台式ではなく、車体前後に運転台がある両運転台式を採用し、乗降扉も左右両方向かって右側と中央部に設置されていた。また連結運転を実施することを前提に設計されたため、総括制御装置や連結機も搭載していた。 サンフランシスコ市営鉄道の1061号車。後方から見た1061号車。元となった5000型と異なり連結機を装備しない、片運転台車で、左側面に乗降ドアがない。グレンデールバーバンク線の運転再開に合わせ、5000型は1940年11月24日から営業運転を開始した。同区間に加え、 第二次世界大戦中は利用客が急増したハリウッド方面の路線にも導入され最大3両まで総括制御可能な性能を活かし活躍した。だが第二次世界大戦後はモータリーゼーションの進展によりバス化が促進され、1953年にパシフィック電鉄の旅客列車運営権がメトロポリタンコーチラインに売却されたことで、 グレンデールバーバンク線も廃止の対象となり、1955年6月19日をもって営業運転を終了した。PCC カーについても他の電車と比べて低速だったことから、他路線への転属はなく、全車廃車された。同じ頃、アルゼンチン国鉄が所有していた標準機路線であるウルキサ線では、ブエノスアイレス近郊の電化路線の近代化を目的に パシフィック電鉄から譲渡された電車が多数導入されていた。PCC カーもその一環として1959年にウルキサ線へ譲渡され、第三機乗方式に対応できるよう代車が改造を受けたほか、車両番号も1500から1529に変更された。主に支線や短距離列車に投入され、一部車両は電動機を撤去し両端に、 非常扉を設置した付随車に改造されたが、他車と異なる仕様だったことや、ウルキサ線の線路条件に台車が合わず振動が多発したことから、わずか3年後の1962年に、キーシステムから譲渡されたブリッジユニットに置き換えられる形で、全車営業運転から離脱し、1970年代初頭までに解体された。2019年現在、 サンフランシスコ市営鉄道が所有する PCC カーのうちフィラデルフィアから譲渡された車両がこの5000型を元にした塗装で営業運転に用いられている。ただし1061は型運転台車両のためかつての5000系の塗装や形態とは異なっている。ありがとうございます。